Want to win a $50 Amazon gift card? All you have to do is subscribe. Watch the whole video and comment, "I subscribed," for a chance to win. Enjoy! シャリンガンというものは、そもそも使い捨ての力だ。わしのこの目の代わりを手に入れてこい。内派の者を襲うのであれば、周到な準備が必要かと。内派の者にあらず。畑、カカシ、誰の墓？あいつが殺した自分の仲間だ。オロチマルが国のあちこちに秘密の研究施設を持っていたことは知っておるな。はい。任務中の正体が偶然に正体不明の施設を発見した。どうやらオロチマルが遺棄していた研究施設の一つらしい。すまぬが頼むぞ。どうしてここに？任務ですから。団蔵様か。オロチマルの研究施設を自分たちでも調べようと根を派遣した。一緒に中を調査するか。お互い何か発見したら情報は伝え合うということで。そうですね。鬼が出るか蛇が出るか分かりません。一緒に行きましょうか。よし、行くぞ。オロチマルはここで何の実験をしていたんだ？お得意の人体実験の類だろう。人体実験？どれもダメ。この人体実験は失敗ね。子供じゃ体力もなく耐えきれないわ。ここはもう閉鎖するしかないわね。細胞の移植に他の方法もいろいろあるわ。待って待って、おい、キノエ、行くぞ。ここは鍵がかかっている。任せてください。お前どうやって覚えたんだ？秘密です。木遁術はキュービをコントロールできる力の一つだ。もっと広く木の葉の里全体のためになる力だ。団蔵様はお前を手元に置いておきたいのだろう。嫌だ嫌だ、まだ僕は生きてる。生き残りか。これは何の真似だ、キノエ。あいつ、シャリンガンとの戦い方を知っている。仲間の命を狙う任務などあるか。仲間殺しのカカシさんともあろう人が。俺は仲間を殺さない。遠慮ならいりません。やめろキノエ、この任務は放棄しろ。お前にそう命じた奴が間違っている。団蔵様が間違っている。どうした、己が誰かを忘れているようだが、言葉まで忘れたか。オロチマルは欲張りすぎだ。だがお前は見切りをつけられて幸いであったな。お前もこれより根の忍びとなるがいい。お前はキノエと名乗るがよい。お前もこれからわしらの仲間だ。木遁使いを生み出すために他の59人の子供が失われたのだ。スイトン、よし、わしが鍛えてやろう。まだ無理か。これは初代様が残した木遁の忍術書だ。団蔵様にできない術を僕が？お前の木遁忍術に期待しているぞ。団蔵様は間違っていない。任務を遂行する。この
俺は仲間を守れなかった。だからリンは死んだ。この千鳥で。お前は木の葉の仲間か、それとも裏切り者か。裏切り者ではありません、根の木の絵。ではお前を拘束し、たまに引き渡す。好きにしてください。根の者は一切の感情を捨てろと教えられるらしいが、お前もか。過去も未来も任務のために尽くすんです。お前の任務は失敗だ。蛇。ただの蛇じゃない、オロチマルの実験体か。死にたかったのか。僕は死にたくはありませんでした。だったら生きてることに感謝しろ。蛇の体液が。スーナ、毒だ、走れ。はい、カカシさん。わしのこの目の代わりを手に入れてこい。やったか。はい。よし、尻尾をつかまれないうちに戻ろう。キロエ。カカシさんへ。僕には味方を殺すというこの任務の意味が分からなくなりました。だから任務を放棄します。団蔵様には任務に失敗したと伝えます。三代目、根の木遁使いの件です。俺はあいつに命を狙われました。団蔵様の命令でしょう。ですがあいつは命令に逆らい、途中で任務を放棄し俺を助けてくれました。これはどういうことだ。キノエ。だがお前はこのような小細工でキノトを図り、任務を放棄してオメオメと戻ってきた。どういうつもりだ。答えよ。どういうつもりなのだ。団蔵様に掛け合ってキノエを助けてください。根にはわしも口を出さぬことにしておるのだがな。さすがにこれはそうもいか。この書状を持って根の本部へ行け。ほかげよりの命令だ。俺も行く。同じ木の葉の仲間です。その仲間を殺していいのでしょうか。お前の仲間と呼べるのは同じ根の者たちだけだと思い。根の忍びは名前はない、感情はない、過去はない、未来はない。その根を束ねるわしの任務は絶対なのだ。聞いてるのか、キノエ。違う。僕の名前はキノエなんかじゃない。僕は木の葉の忍びです。根だけじゃない。何に心を乱された。団蔵様はご不在だ。何だと。戻られ次第召喚命令はお伝えする。お前は戻って三代目にこれを伝えろ。先輩はここで帰りを待つ。行け。はっ。止まれ。これよりは根の領域だ。木の枝はどこだ。はい。逃げるぞ。カカシさん。木遁。おい、待て。木遁、真空だが。木遁、木上兵。許しなく立ち入り、根の忍びを連れ出そうとしたのだ。ただで済むとは思っておるまい。お前はな。ヒルゼン。お前がカカシを恨んでいることは知っている。
わしはカカシなどどうでもよい。だが根の施設に勝手に侵入したことは問題だ。わしの命令で。それは初めて聞いた。ではカカシの件はこれで片付いたとしよう。木遁使いは木の葉の里の宿願であることを知っておるはず。その木遁使いがいながら根に隠しておいたのはどういうことか。人中力の子ももう4歳になった。木遁の封印術は里にとってますます重要だ。頼む団蔵。優秀な配下であろうが、この葉のために根から移してやってくれ。根の者には秘密を喋れぬよう呪印が施してある。その呪印は解かぬぞ。お世話になりました。この度根からこちらへ転属になった木之江です。木之江は根のコードネームだ。暗部では天蔵を名乗ったらいい。よし、みんな、新しく仲間になった天蔵だ。実力は俺が保証する。天蔵、配属は俺の露伴だ。よろしく頼むぞ。はい。